私に任せて。やれやれっと。大丈夫だった？大丈夫。お姉ちゃん、助けてくれてありがとう。驚かせてごめんね。怪我してない？すっごくかっこよかった。本当？どういたしまして。その様子なら大丈夫そうだね。もう危ないのはいないから気をつけてお家に帰るんだよ。うん、お姉ちゃんも気をつけて帰ってね。ありゃ、私の方が心配されちゃったか。それじゃあお互い気をつけて帰りましょう。さようなら。さようなら。ごめんと。本当にね。いやー、でも噂には聞いてたけどさ、身を挺して魔が月から人々を守るその気概、もう惚れ惚れしちゃうよ。あなたは間違いなく私が使えるにふさわしい人。私は二つ目のりむね。これからよろしくお願いします、主。ありがとう。じゃあ遠慮なく。ねえねえ、あるじ、明治館って砂防があるの？後で甘いもの食べてもいいかな。本当に？楽しみ。あるじ、ありがとね。なんか照れくさいな。でも主こそすごいよね。結構無茶する人だとは聞いてたけど、人の身で果敢に魔が月に立ち向かうなんて。なんか気持ちよくなってきちゃったな。ねえねえ、あるじ、もっと言ってくれてもいいよ。私ってばちょっと特別だからね。うん、特別。特別って言ったら特別なの。ちょっとしたことではあるんだけど、具体的にどう特別なのかは実際に確かめてみてほしいかな。